ギターを始めたきっかけはテレビでタイムラシーンさんを見て、でちょうどあのタイムラシーンさんと J ボクさんが出てて、でそれを見てかっこいいと思ったんですね。多分小学校5年生ぐらいなんですね、はい、でそれから多分何年かして中2の頃に、まあ、一応あの少年ジャンプとかに後ろに行ってるようなこれで君のスーパースターだと19,800円全部、まあ、買ってですね、それでギターを始めたんですけど、最初全く弾けなくてほっぽり出してたんですね。で、まあ、中学校でバンド組もうとしてハードロックとかパンクとかメタルとかバンドを組んだんですね。でその時はもうエレファベースを弾いてました、2年間。なんでギターはそのちゃんと弾いてなかったんです。今初めて行ったコンサートが谷村新司さんの厚生年札幌厚生年金のソロコンサートです、はい。高校卒業してから、まあ、春休みになって、まあ、バンドメンバーとこう FS の高校に行って、でその前からマイケル・ヘッジスとか中川勇さん、タッカー・アンデルスとかをしていたので、じゃ自分もそういったスタイルを始めてみようという時間ですね、まあ、だけどやっぱりすごい難しいじゃないですか、このジャンル。なのでコピー諦めて作曲からアコースティックギターを始めました。で初めて作った曲が渡り鳥っていうことで、まあ、YouTube とかにいっぱいあると思うんですけど、はい、16歳ぐらいですね、はい。まあ、高校入る前の15、まあ、すぐ誕生日に変えたんで16ぐらいですね、じゃあ最初音楽的には、まあ、いわゆる谷村新司さんみたいなフォークって言うんでしょうかね。フォークです、はい、フォークから始まり、そして中学校の時に家庭教師の先生がハードロック大好き先生だったんですね、その先生からエクストリームとかミスタービッグとか、はい、メタリカとか教えていただいて、それでハードロックにハマったんですね。で一応近くのギター教室にも行って、僕はジャズギター教室だったんですけど、ね、なぜか僕はハードロックを教えてくれって先生頼んで、まあ、ラーメン屋に行ってそば頼むようなもんですよね、だけど、まあ、そのうち僕ベースを始めたので、そこでベースを教えてもらえるようになったりとか、全然ジャズギターと関係ないことをやってました。